常磐線土浦駅の改札口、天井付近の垂れ幕に、また来ようよ、土浦へ、と記載されている。地域おこしとは、地域が、経済力や人々の意欲を向上させたり、人口を維持したり増やしたりするために行う、諸活動のことである。地域活性化、地域振興、地域づくりとも呼ばれる。地域おこしと表現する場合は、地域の住民や、 団体の主体性が強調される傾向がある。地域づくりも同様である。いずれも五感の硬さを避けるため、地域おこしのように、地域以外はひらがな表記されることが比較的多い。なお、住みよい地域を形成するための諸活動は、町づくりと呼ばれることがあるが、地域おこし、地域活性化などとは若干異なったニュアンスで使われることが多い。町の場合は特に、 町おこし、町おこし、町おこしとも呼ばれ、村の場合は村おこしとも呼ばれる。英語圏ではバイタライゼーションやリバイタリゼーションなどの用語を用いて表現されることが一般的である。日本では1960年代以降の重化学工業を主軸とした工業化に成功した一部の地域を除き、地方では人口流出が起き、 労働力を必要とした大都市圏に産業や人口が集中し、地方の軍部、中山間地域、離島などで以下のような過疎化の悪循環が深刻になった。地方の雇用の絶対数が少ない、あるいは減っている。地方の若年層、労働力人口が大都市圏や県庁所在地などへ移動する若者や労働人口が流出した地域では、 地元産業の衰退や高齢化が進むさらに、人口流出が加速し、地方が一層過疎化する農村、山村、漁村では、戦後の過剰人口の状態が原因で、都市部へ労働力人口が流出した。山村では、燃料革命とも呼ばれる薪木需要の激減、品質が悪いが安い外国産材の流入により、急速に衰退した。しかし、 1973年の石油危機によって、重化学工業中心の高度経済成長路線、それに伴う首都圏、近畿圏、中京圏への人口集中は変化を余儀なくされる。日本経済は安定成長へ転換し、三大都市圏への人口流入も収まった。こうした中、玉野井義夫が、 地域主義を提唱し、それに続いて、杉岡関を清成忠浦も地域主義に関する書籍を出版した。この地域主義は現在までつながる地域おこし、まちづくりの源流であるとされる。その後、地域主義は清成忠浦地域の経済振興を解くグループと中村昭治らエコロジーを重視するグループに分かれていった。 前者は主に地方都市で受け入れられ、後者は発展途上国における、もう一つの発展を探求する、内発的発展論と結びついた。地域経済の振興を解く、地域主義は、行政の政策にも影響を与え、国政では、第三次全国総合開発計画、首相、大平正義が提唱した、田園都市構想、地方では、大分県知事、 平松森彦が掲げた市村一品運動などに結実した。1985年には佐々木忍が都市間競争、自治体間競争という概念を提唱し、各都市、各自治体が政策を切磋琢磨させていくことで地域の活性化が実現できるとした。この頃から国が地方自治体に指図するやり方が改められるようになり、首相、 竹下登が掲げたふるさと創生事業では、初めて各地方自治体に、用途の使途を定めない、交付金が与えられた。多くの地方都市では、モータリゼーションの進展や、ショッピングモールの郊外への進出によって、中心部の都市機能が衰退し、大規模小売店や、周辺地域の小売店が経営の危機を迎えた。その結果、商店街が錆びれて、シャッター通りとなり、 その寂れた雰囲気が余計に客足を遠ざける悪循環にはまっている。かつて工業化に成功した地域でも2度の石油危機、急速な円高の結果、製造原価を下げるために工場が日本国外に移転させられることが増えた。その結果、製造ノウハウが現地の外国人技術者などに流出し、アジア諸国が追い上げたことにより、日本の地域では空洞化現象が見られ、 雇用の喪失や低賃金化に見舞われた。こうした人口減少により産業や地域活動の担い手が不足した。さらには地元に伝わる伝統工芸、伝統芸能、祭り、歌、踊りといった伝統的な文化活動の担い手や後継者不足も顕著になり、中には後継者不足から文献すら満足に保存継承されず消失してしまう。 地方文化もある。地域おこしの主体は次のようなものがある。なお、2011年7月9日に、大分県佐伯市で開催された、国道326号10号、沿線活性化シンポジウムにおいて、観光カリスマの山田圭一郎は、行政に頼ってはダメとした上で、観光客には新たに開発し、売り出した商品などではなく、地域のライフスタイルから得り抜いたものに価値を、 認めてもらう必要性があることを述べている。以下のような様々な試みが地方自治体や各種団体、組織で行われているが、どこにでも有効な決定的な策というものがあるわけではない。その地域ごとの特色や立地、人口や産業の状況を判断し、独自性のある地域おこし施策の計画、実施が望まれる。他の地域の真似をすればするほど地域ごとの独自の 特色がなくなり、同じようなものが増えた分、相対的に魅力が減っていく。したがって、他の地域と比較した場合の、自地域の特色、本当の強みを見抜く必要がある。地域振興のためには、人口を維持、または増加させる必要がある。そのためには、他の地域から人を呼び込むことと、他地域への人口流出を防ぐことが必要である。主な人口の維持増加策として、 次のようなものが挙げられる、当該自治体への移住の推進、支援自治体の PR、どれだけの人数が反応してくれたか、見た人の心的な反応の内容や、態度の変化などをしっかり把握して、広告効果を厳しく吟味、判定して、工夫を積み重ねるくらいでないとうまくいかない。居住支援雇用の確保結婚支援育児世帯への、 経済支援子育て環境の充実学校施設、教育環境の充実インフラストラクチャー整備、コンパクトシティの推進が盛んになると、小売業、卸売業などにも経済効果が波及し、域内の経済が活発になる。そのため、観光振興は地域経済の活性化につながる。地元住民にとって当たり前で何でもないことが観光資源になることもある。 例えば美しい海が一流の観光資源になるということは昔から誰でも知っていて海をアピールポイントにして人々を引き寄せている観光地は日本各地に多数あるわけだがそれ以外にも例えば北海道のニセコは上質の雪が大量に降るという特徴があり地元の人にとってはそんなことは当たり前だったが他地域の人々にとってはその雪が魅力で オーストラリアのスキーヤーなどまでわざわざ飛行機に乗ってニセコにやってくるようになった。また暑い国々、雪の全く降らない国々の人々は生まれてこの方一度も本物の雪を体験したことがないという人がほとんどで雪が降る世界に身を置いてみたい、雪に触れてみたい、雪原で遊んでみたいなどという願望を持つ人も多く、北海道もそうだが、 北海道に限らず、日本の他の積雪地帯にも積極的に遊びに訪れており、結構な訪問人数になっている。また、以前の旅行客は有名な歴史的建造物や特徴的な景色などを眺めるだけでも喜んでいたが、近年では表面的な訪れ方では満足せず、旅行先で人々と交流したり、現地独特の人々の生活様式を じっくり見たり実際に体験することでその人の人生の一部になるような旅を好む人々の割合が次第に増えてきている。そこで農業体験コース、漁業体験コースなどを設けるという方法もある。地元の人が子供の頃から何気なく食べている料理を他の地域の人々も食べてみたいと思えるような形で提供し、上手に広報して多くの人々に知ってもらえば、 商業ベースに乗ることもある。地域おこしを目的として、B 級グルメなどの名物を作り、イベントを行う手法もある。手法と結果も様々である。うまくいけば、メディアでは話題となるが、他の地域が模倣することでうずもれてしまい、長期的には効果が薄くなってしまうことがある。従って、中長期の地域振興のためには、取って付けたようなものに頼るのではなく、 その地域の本当の強み、真の強みを乱すことが必要である。獣害が深刻な地域では、森や里山に自然の動物が出没するということなので、それをむしろ活用し、鹿やイノシシの肉を売るという方法がある。また、風が吹き抜ける地域では、風力発電機を設置して、当該地域に必要な電力のかなりの割合をそれで、 まかないその地域の経済的な強みとしたり、あるいは売電を行うという方法もある。例えば、北海道のオロロン街道、エリモ城、千葉県の銚子市の海岸の丘の上などでは、風が強い場所に風力発電機が立ち並び、地域に役立つ電力を生み出している。また、風力発電機が多数立ち並ぶ風景は、印象的で一種の観光資源となり、 それを目当てに観光客が訪れるようにもなる。箱物行政とは、日本の地域自治体などが美術館、博物館などの公共施設を建設してしまうこと。かつての新産業都市、リゾート開発、ニューメディアなど、中央省庁の推進策に乗って、特定の分野、領域に飛びつくと、ほとんどが失敗する。成功したケースにおいては、立地、時代背景。 推進したリーダー、関係団体の協力、組織化などに恵まれたケースが多く、そうした要因を考慮せず、成功事例をそのまま真似しただけでは、地域職が出し切れず失敗に終わる。モタニコスケは、日本の地域力において、次のような指摘をしている。以下は、地域おこしを語る際によく言われる言葉であり、条件に恵まれて成功したケースもある。 しかし、実情を把握せずに成功事例を表面上真似ただけで、固定観念にとらわれて、地域おこしを行うと、政策を誤り書って地域が衰退する場合もある。その固定観念が間違っていることをはっきり示すために、罰をつける。地域振興の成功例として取り上げられているものの、中に実は成功していないものがあるという指摘がある。くし哲之助は、 専門家が推奨する成功事例のほとんどが実は成功していない稀にある本当の成功は異国や昔の古い話でありしかも模倣が極めて難しいとしている。長谷川啓は一度成功例とされた自治体には全国的に注目されたため後に引けなくなり実際は活性化してないにもかかわらず公的資金を投入して進行しているところもあると指摘した。 市川虎彦はこれらの議論をもとに人口、雇用の観点から地域活性化を再考した。町ビジネス事業家の木下人氏も成功事例とされるものの中に事実上失敗したものがあるという立場をとっている。また、失敗例を成功だと思い込んで複数の地域が模倣することで全国レベルでの失敗の連鎖が生じてしまうとしている。社会学者の市川虎彦は 地域おこしに成功したという既存の報告に疑念を示し、人口減少が激しい愛媛県南予地方の自治体における1960年から2010年にかけての人口推移や産業の生水を検証した。その結果から地域おこしに成功したとされる市町村でも人口が減少しており、逆に地域おこしの成功例として名前が上がらない大寿市。 南宇和軍が人口維持に一時成功していたとした。大須市などではなく人口減少が激しい他の自治体が地域振興の成功例とされた理由として、宮本健一の外来型開発批判やコンサルタントらが介入する余地のある領域での事例が積極的に取り上げられたことが原因ではないかと推測した。なお、市川虎彦は、 南予地方で人口が増えた地域に共通することは、工場誘致や漁業振興によって雇用を増やしたことだ。都市、地域振興には新しい産業の勃興が不可欠だと主張した。一般概念としては、一応、コミュニティバイタライゼーションなどということになりはするが、各コミュニティがその名を掲げて、バイタライゼーション、タウンバイタライゼーション、ビレッジバイタライゼーションのように使うことが多い。 なお、アメリカでは、都市部での部分的な荒廃が起きて様々な問題が起きがちで、ダウンタウンマイタライゼーションダウンタウンの活性化が、しばしば話題になる。ありがとうございます。